ノンプレイヤーキャラクターとは、プレイヤー。ここで言うプレイヤーとは、競技の意味で、参加者や遊び種のことである。自然や運営者、ゲームのプラットフォーム等は含まないが操作しない、キャラクターのことを指す語である。プレイヤーに操作されるキャラクターを指す、プレイヤーキャラクターの対義語である。以前はもっぱら、テーブルトーク RPG 用語であったが、コンピュータゲームでも、 容量の増大等で、コンピュータが操作するキャラクターが人間らしく振る舞うことも増えたことから、テーブルトーク RPG 以外でも使われるようになった。NPC はゲームマスターの構築した世界を成り立たせる要素の一つであり、プレイヤーキャラクターに対し、ゲームの進行、イベント発生、バランス調整を行い、プレイヤーをゲームマスターの作ったストーリーにうまく誘導するための存在である。 言葉の定義からすれば、プレイヤーが操作しないキャラクターは全て NPC である。多くの TRPG では、主人公の家族、店の主人、普通の村人、王や、姫、モンスターなどの敵キャラクター、ありとあらゆるものが NPC の範疇に含まれる。ただし、敵キャラクター OPC とは異なるルールで運用するようなゲームについては、 敵キャラクターと NPC を区別しているものもある。コンピュータ RPG でも言葉の定義からすれば、コントローラーなどでの直接操作ができない。動的オブジェクトはすべて NPC といえ、この意味では扉や宝箱なども NPC である。しかし、ゲームタイトルによっては、特定のキャラクターに限って NPC の用語を使うこともある。例えば、 ファイヤーエムブレムシリーズなどでは、プレイヤーの操作できない一時的に加わる見方。佐賀に秘宝伝説では、プレイヤーの意志に関わりなく一時的に加わる見方を特に指して用いる。前者は本来の意味により近い用法である。オンラインゲームでは、敵モンスターを NPC に含めるものと含めないものが存在する。ゲームの進行イベント発生バランス調整その他。 対戦格闘ゲームや、あってくぐなどの対戦ゲームにおいては、対戦相手がマッチングされない場合において、コンピュータが操作する NPC を対戦相手役としてマッチングさせるシステムとなっている。この NPC のことを CPU、あるいは COM と呼ぶ。逆に、実際に人間が操作する PC を HAM、あるいは MAN と呼ぶ。ありがとうございます。